何かが始まる予感がして心臓が鳴った。チケット取ってたんですけど行けなくて。僕もです。もし行ってたら今日は会ってなかったかもしれないですね。じゃあこれは今日ここで会うためのチケットだったってことですね。風邪ひきますよ。3回ご飯食べて告白しなかったらただの友達になってしまうよって説あるし、次は絶対告白しようって。僕と付き合ってくれませんか。ぜひ。こういうコミュニケーションは頻繁にしたい方です。大学を休んで就職説明会にも出なくて、ケニちゃんと出会って楽しいことしかなかった。キュッて思ってた。このままずっとこういう感じが続くのかなって思ってた。就職するっていうだけで何も変わらないよ。できます。いってらっしゃい。もしかして今泣いてる？大事な時だから。分かってる。またかって顔したじゃん。またかとは思うよ。またかだから。何かを求めれば何かが。好きで一緒にいるのになんでお金ばっかりになるんだろうって。ずっと一緒にいたいからじゃん。そのためにやりたくないことも。私はやりたくないことしたくない。ちゃんと楽しく生きたいよ。春の風を待つわの始まりは終わりの始まり。今日この結婚式が終わったら別れるから。別れるから。ずっと二人でいたいってずっと考えてた。花束みたいな恋をした。